こんにちは。ここからは先ほどのプラスチック問題に関連してこのうちの熱帯資源作物研究室で実施していますそのプラスチック問題の解決方法に関する研究を紹介していきたいと思います。熱帯資源作物研究室では熱帯の作物や植物を研究することでその栽培方法や利用方法について研究をしているんですけども、今回この麦類を用いたバイオストローとカップの開発ということで皆さんの生活に身近なストローやカップについて麦類を用いて開発していこうということを紹介していきたいと思います。で、先ほどのプラスチック問題の、動画にもありましたけれども、近年ですね SDGs とか持続可能な開発目標ということで、1から17の目標が世界で定められています。これは世界中で持続的な開発をするための全世界が共通の目標として定められているものです。その中で環境問題に注目していきますと、環境問題ってたくさんありますけれども、例えば温暖化とかいろんなものありますけれども、その中でこの先ほどのプラスチック問題に注目していきますと、このプラスチックをやめていこうと、脱プラスチックということでそれに取り組む企業なんかも最近非常に注目を集めています。例えばプラスチック製品で作られていたものを紙製品で作ってみたり、あるいは例えばこの歯ブラシ、プラスチックの歯ブラシを竹や木で作ってみたり、皆さんの身近なところですとキットカットですね、キットカットの大袋がありますけれども、外側をビニール袋だったのものを紙で作ってみたり、あるいはこの辺最近の話なんですけれども、カップヌードルの下についている蓋を留めるシールが昔あったんですけれども、それをなくしたということを日清が発表しました。でこちらその下のテープをなくしただけでですね、年間30トンのプラスチックが削減されたということで、まあ、このことを会社がアピールすることでやっぱり日清すごいねと、企業すごいねということで、まあ、企業の広告にもなりますし当然環境にもいいということで、この脱プラスチックというのが非常に注目を集めています。で世界的な脱プラスチックの動きを見ていきますと、これ最近のヤフーニュースの4月4日のニュースなんですけども、EU 使い捨てプラ食器を禁止、欧州の海岸ごみがこれで7割減するということで、もうすでにヨーロッパはですね使い捨てプラ食器を禁止するということが決定しました。もう やはりヨーロッパはですね環境問題に対して取り組みが早いですので、こういったものがもうすでに進んでいると、世の中ではどんどん進んでいます。で、使い捨て、プラ食器というのはどういうものが禁止になるかといいますと、禁止対象は外食の産業の使い捨てスプーンですとかストロー、あるいはお皿などですね、そういったものが禁止になるということでもうすでに進んでいます。続いて例えば日本ですと、まあ、皆さん普段ですね外で喉が渇いたりしますと、まあ、ペットボトルで水を購入したりすると思うんですけれども、そのペットボトルもプラスチックでできています。なので例えばこの最近のニュースですと、ミネラルウォーターが入っているペットボトルをやめて紙パックにしましたと。そうすることによってプラスチックの使用量を大幅に減らすということで、まあ、こういったことも日本でどんどん進んでいるという状況で、こういったことを、まあ、企業が作る側がですね、生産する側がプラスチックをやめていくということを進めていく、あるいはアピールしていくことで、まあ、企業としても環境にも非常にいいということで、どんどん取り組むところが増えています。で、こういった問題、こういった課題に対して、まあ、我々の研究室あるいは大学として具体的にどんなことができるのかということを考えたときに、まあ、大きな目標としましては、先ほど申しましたように脱プラスチックのですね、プラスチックをやめるためにどんなことができるかなということを考えていました。で、我々の研究室はですね、農業、植物、作物を研究している、研究室ですので、このバイオマスですね、いわゆる、植物体を使って植物体由来、バイオマス由来の容器をストローと、あるいは容器を開発できないかというところで研究を進めています。で、まず一番最初に注目したのはですね、この麦類の茎に注目しました。で、麦類のこの茎というのがもともとこの英語でストローという名前がついてまして、まあ、その名の通りですね、いわゆるストローの形をしています。このようにですね、茎
月が中空で、見えますでしょうか。こうやってですね、こんな感じで月が真ん中があって穴が開いていて、いわゆるストローの形をしています。このようにいわゆるストローということで、まあ、この部分を利用することによってプラスチックストローを削減できるんじゃないかというところで、このストローに注目して研究を実施しています。で今実際ですね、あの4年生の学生がその研究に取り組んでいますので、学生に自分の研究について紹介していただきたいと思います。それではお願いします。皆さんこんにちは。国際地域開発学科4年の遠藤智香です。今日は私が実際に卒業研究で行っている取り組みについて皆さんにご紹介したいと思います。私が実際に、卒業研究で行っている取り組みは3つありまして、1つ目は実際に麦を栽培して収穫した後に、今須崎先生が見せてくださったこのストローをどれぐらい生産することができるのかということと、2つ目はこの麦のストローをどのように殺菌して商品に出すことができるのかということと、3つ目が実際に商品化する際にどのような問題点があるのかということを検討するという3つを行っています。まず1つ目なんですけども、1つ目はここに書いてあるように、さまざまな種類の麦類を栽培しストローとして収穫できる本数が多い種類や品種を選抜すると書いてあります。私が実際にこの比較した麦はこの7種類です。7品種です。はい、7品種を、比較しました。その後に麦を収穫するんですけども、収穫した時にビニールハウスで1週間か2週間ほど乾燥させます。この乾燥させる目的は何かというと、この麦のストローが劣化防止のために2週間程度乾燥させます。それが終わった後に20センチの長さにストローを実際に切っていく作業を今年後輩たちと一緒にやっていきました。そして麦のストローがこう収穫し終わったんですけど、実際に切った後の結果が今ここに出ている通りです。市販のストローはだいたい4ミリ以上で20センチのストローなので、4ミリ以上のこの麦のストローの部分だけに着目して考えてみると、4ミリ以上の本数は第1位はライ麦が1602本、2位が塩漠550本、第3位がパン小麦で470本取ることができました。このストローを殺菌して実際の吸いやすさなどを今後アンケート調査を行っていく予定です。そして茎の太さや本数、匂いなどから塩漠とライ麦が今一番最有力候補なのではないかと考えています。はい、それでは実際にこの塩漠のストローを使って飲み物を飲んでみたいと思います。こちらが今年作った塩漠のストローです。で、いいところにコーヒーもあるので実際に飲んでもらいたいと思います。はい、 いいですか。はい、実際にちょっと飲んでみてください。ちょっと皆さんの代わりにいただきます。失礼して。どうですかね。どうですかすごいしっかりしてて匂いも全然ない。そうなんですよ、匂いは全然、あと味、はい、味が全然ふやけない感じがすごいいいなと思います。ちょっと外でもう一回全部飲みますはい、ありがとうございますはい、ありがとうございますはい、それでは続いて殺菌方法の検討について入りたいと思うんですが、環境の負荷の少ない形でストローをどのように殺菌することができるのかについて研究をしています。で、環境に負荷のない方法というのは塩素や煮沸なのでガスを使うことがなく、安全かつ環境に優しい殺菌方法はどのようなものがあるのかということを検討していくということです。そこで今電解水というこの水を使用して考えているのですが、電解水というのは皆さんが今コロナ禍でアルコール消毒をしていると思うんですけれども、そのアルコール消毒の一つとしても使われている電解水という水がありまして、その水が実際に手で触れても荒れることがなくて、誤って誤食してしまっても安全であるという電解水というこの水を使って殺菌方法ができないかということを検討しています。最後3つ目なんですが、
使用時の評価アンケート調査というものをしていきたいと今後考えています。これはこの日本大学生物資源科学部周辺にカフェがいくつかあるんですけども、そのカフェにお願いして実際のこの使用感に関するアンケート調査を行っていきたいと思っています。そのようなアンケート調査を経て、この製品化をするためにはどのような改善点があるのかということを今後検討していきたいと思っています。はい、ありがとうございます。で、先ほど、遠藤さんにお話ししていただきましたように、まあ、いろんな研究を進めているんですけども、ただですね、趣味程度にですね、研究で終わらせるという話じゃなくて、実際このストローをですね、製品化していく、ちゃんと世の中に出していくということを考えて、まあ、本気で取り組んでいる研究になります。で、まあ、その中でいろんな麦を今検討しているんですけども、まあ、先ほどご紹介いただいたですね、塩爆というものが今ちょっと有力候補かなというふうに考えています。塩爆というのはですね、実際ここに物があるんですけども、このくらい、大きいものです。私の背丈よりも大きい、まあ、もっと大きいものもありますけども、2メートルぐらいになるものでして、非常に大きな植物体になります。で、まあ、このように大きいですので、こういう茎の部分ですね、何本もたくさんストローが取れるということになっています。で、この塩爆なんですけれども、今茎の部分の話をしてましたけども、実の部分はこのですね、こういうふうに、麦の形をしているんですけども、いわゆるオートミールの原料になるものです。皆さんオートミールってご存知ですかね。最近結構流行っている、まあ、女性の方に結構人気なのかなと思うんですけども、まあ、ダイエットにいいとか美容にいいとか結構ですね流行っているものだと思うんですけども、このオートミールの原料の塩爆なんですけれども、実はほとんど国内は栽培されていないんですね。皆さんが食べられているオートミールというのはほとんど輸入のものになります。ですので、まあ、国内でこの塩爆のですね、まあ、施設を収穫できればですね、貴重な国産のオートミールができるということで、栽培農家の収入の増加につながるんじゃないかということもちょっと期待をしています。で、この塩爆を作りますと、まあ、施設がオートミールとして利用して、まあ、さらに先ほど紹介があった茎の部分はストローに利用することによって、まあ、持続的な商品ができるんじゃないかと。で、さらにストローにならなかった、まあ、残りの茎の部分ですね、このいろんな藁があるんですけれども、この部分を、まあ、さらにですね、こうチップにしまして、こういったカップ、コップとかですね、お皿にできないかというところも検討、今研究をしています。で、今こちらの、まあ、結構技術が必要ですので、こちらの部分をですね、日本大学の工学部と連携して、まあ、共同研究という形で今進めています。なので、まあ、本気でですね、製品化に向けて今一生懸命着々と研究を進めているという段階です。はい。で、先ほどの塩爆を使ってですね、このいろんな製品を作っていきたいんですけども、まあ、日本大学のこの生物資源科学部の中の、まあ、農場でこの塩爆を栽培して、その塩爆から、まあ、ストロー、あるいは紙コップ、こういったものを、まあ、メイドイン日本大学のものをですね、作っていきたいというふうに考えています。脱プラですね、脱プラ製品を開発していきたいと、まあ、この、まあ、もしこれができた場合ですね、皆さん使っていただいて、まあ、それをしっかりこう回収して、まあ、この回収したものをまた堆肥化して、堆肥にしたものをまた塩爆の畑に戻す。そうするとですね、エネルギーと物質、これがしっかり循環して、またそこから塩爆を栽培してまた製品を作るということで、ずっとこの物とエネルギーが循環していくということで、非常にまあ持続可能な農業というものが実現できるんじゃないかというところで研究を進めています。というところで、こちらの研究の紹介は以上となります。ありがとうございました。